日比谷線の車両でしたね。いいね、なんかね、いいね。で、菊陽町、そしてね、北区の部分を通って武蔵塚という駅、武蔵塚って言ったら関東ですよね。でも熊本にもあるんですね。この駅から臨行いたします。武蔵塚、本当に武蔵塚駅名だけ見たらさ、関東かなと思っちゃうね。そして大津町ね、過去にね自転車旅で来たことがあるところ、今回は鉄道で行きますね。そしてこの大津駅で乗り換えるんですね。黄色いやつ、大分駅でも止まってましたよね。ずっと行くと大分駅に行く路線なんですよ。こういったね、運賃箱のある車両でございます。まあね、大きい車両の方にも確か運賃箱あったような気がしないでもないんですけど、ちょっとちゃんと見てないかどうかないんですけどね。ゆらゆら揺れて先の方に進んでいく。いいね、なんかいいですね。南阿蘇村ですね。南阿蘇村に入っていきますね。このね、立野という駅から、鉄道がね普通になってましたね。火山の影響だと思いますけども、なんでバスなんですね。バス乗り場の近くにお店があって、ニコニコまんじゅうっていうのが売ってましたね。買いましたね、暇だったんで。バス乗ったらですね、まあちょっとコミュニティバスの大きさのバスだったんですけども、ちゃんとね自転車を置けたんですね。それ嬉しかった。ニコニコまんじゅう、これバス乗り込む前に買った映像ですね。バスの中で食べましたね。あったかかったね、まだね。の肉まんのね、ちょっとちっちゃいやつがね、4つ入っておりましたね。うん、そんな感じね。バスで大きな橋を渡っております。もう一つの橋はね、普通になっておりましたね。噴火の影響がまだ残っておりましたね。ここはだから外輪山の真ん中のね、盆地になってるようなところなんですよね。で、中心にまた山があるって感じですよね。そんな景色を見ながら、阿蘇のね、盆地の中を進んでいくわけでございます。畑とか冬の田んぼみたいな感じの景色が続いていきます。阿蘇市、そして高森町の境のところでバスを降りましたね。なりたいあなたに会える街、高森町でございます。で、高森町の境のところで降りて自転車